マハン級駆逐艦はアメリカ海軍の駆逐艦の緩急条約型駆逐艦として、概ね1935年から1937年にかけて建造された。改良型のダンラップ級駆逐艦2隻を本級に含める場合もある。ポーター級駆逐艦に続いて建造されたが、系譜的にはファラガット級駆逐艦に連なる。 ファラガット級における欠点を修正した上で1933年に計画され、1934年から建造が始まった。38口径5インチ単装砲5門と21インチ4連装魚雷発射艦2機など主要な武装や、艦首牢型船体は、ファラガット級を概ね引き継いでいるが、幅をわずかに広げたことによって船体に多少の余裕を生じさせ、 両用法の採用が可能となった。ただし、ファラガット級と同様に、選手楼の1番砲と2番砲にのみ砲塔が装備された。また、4連装魚雷発射管が1機増えて8門から12門になっているが、2機が3番砲の両原側に配されたため一度に発射できる門数は変わっていない。また、両原側の2機の装備位置は低く、波をかぶりやすかったため、 好転時には使用できなかった。機関は、バブコックウィルコックス社の新設計によるもので、総重量は30トンがしたものの余熱器を装備。機構が煩雑という欠点があったものの、馬力が引き上げられた上に燃費が多少改善され、ファラガット級より50トン少ない燃料量にも、かかわらずファラガット級と同等の航続距離を得ることが、できた。 1936年から順次竣工して、1933年度、計画館16席と1934年度計画館2席の、計18席建造された。ダンラップ旧駆逐艦とも呼称される1934年度計画館は、前、帆柱が三脚章から某章に改められ、一番方と二番方の、砲塔形状も、 密閉型に修正された点が1933年度計画館と異なる。本級の性能は良好であったものの、必ずしも成功策とは言い難く、ファラガット級から始まっていたトップヘビー傾向は重厚な三脚章の採用などにより相変わらず変わっていない。ただし、18隻という建造数は日本海軍やドイツ海軍と違って、 広大な海域を守る必要があるアメリカ海軍にとって大いに意味があったと解釈することもできる。最終駅後のカ・新前席が太平洋戦争で日本海軍と戦った。また、アメリカ海軍が優位に立っていない初戦から日本軍と死闘を演じたため被害も多い。1941年12月8日、新自湾に在泊していて、 日本海軍の真珠湾攻撃により、蝶、カッシン、ダウンズの3隻が損傷した。そのうち、カッシンとダウンズは爆撃を受けて沈没し、不要の後に修理された上で戦列に復帰した。1942年8月4日には、タッカーが味方が不設した機雷に触来し、エスピリトさんと島近海で沈没した。同年11月13日には、 第三次ソロモン海戦で日本海軍との野戦によりカッシング・プレストンが撃沈された。1943年11月、パーキンスがオーストラリア兵員輸送艦ダントルーンと衝突し沈没。下って1944年12月にはフィリピンウォルモック湾にて日本軍機の突入を受け、マハンが12月7日に、リードが12月11日に撃沈された。 戦闘で4隻、事故で2隻が沈没し、16隻中6隻を失った。戦後は、カニンガム・トラムソンが、原爆実験クロスロード作戦に使用された他は1946年に退役し、1947年に処分された。兵装の変遷については、まず1942年から、レーダーの装備による3番砲及び一部搭載品の陸上げと、 エリコン 20mm 機関砲の装備が実施された。3番砲跡地には 20mm 機関砲2機、ついでボフォース 40mm 連装機関砲2機が装備された。40mm 機関砲の重量は半端ではなかったが、1944年10月から出現した神風特別攻撃隊対策として、さらなる装備が行われ、代わりに、 すべての魚雷発射艦や4番砲の撤去が実施された艦も出現した。真珠湾攻撃で大破したカッシンとダウンズは機関部や偽装品をそのまま使用して、船体を改めて建造され最終駅したが、5インチ単装砲は4機、4連装魚雷発射艦は2機装備となった。ありがとうございます。